今回の、今年はテストからすごいいいフィーリングがあって、そのまま、シーズン終盤までは来れたかなとは思うんですけど、ちょっとこの最後2つアラゴンとバレンシアで少し、うまくいかないところがあって、ちょっともったいないレースだったなとは思うんですけど、まあ、かなりいい点も、来年に向けていい点もあったんで、そこを伸ばしていけたら、来年につながるんじゃないかなと思います。今年本当に、メカがマシンもしっかりやってくれて、チーフメカも自分のセッティングに関してすごいよくしてくれて、こうやってシーズン戦ってこれたんで、本当に感謝しかないです。これをまた来年につなげていければなと思います。